はいどうも、ビッグマジックのドラ太郎です。水曜日の恒例売上枚数ランキング、ビッグウェブの今週の売上枚数トップ3をクーヤンのコメントとともにご紹介。先週のランキングはこちら。2週連続でネオフォームのひしめくランキングでしたが、果たして今週はどうなるのか、早速いってみましょう。第3位、プラズマの連鎖。新カードのバトルが公開されるや否や売れまくってランクイン。バトルは自分のパーマネントなので、コピーしまくって即判定を目指すのでしょうね。みんなよくすぐこんなん思いつくな。第2位、ラノワールのエルフ。今週はバトル関連で埋め尽くされると思ったのですが、普通に汎用性のあるカードがランクイン。統率者からレガシー、パイオニアまで使える環境なら必ずと言っていいほど見かけるカードですね。そして第1位、吸血鬼の呪詛術師。やはり1位はバトル関連のカード。もともと人気のカードですが、暗黒の神父のようなバトルが出てきたら一気に大化けもありえるカードということで、皆さんまとめて交流されていました。毎回思いますが、皆さん情報に敏感ですごいです。3月27日、4月3日集計分はこのような結果になりました。新カードタイプのバトルの情報公開によりランクインした2枚が特徴ですね。吸血鬼の呪詛術師は暗黒の神父とのコンボでご存知の方もいるかもしれませんが、プラズマの連鎖の方は盲点だったのではないでしょうか。まだまだ他にも相性のいいカードがあるかもしれませんね。新カードタイプはこういったところも楽しい。4位以降のカードは概要欄のランキングコーナーのリンクからご覧いただけます。よければそちらも見てみてください。本日の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が参考になったよという方はぜひチャンネル登録高評価をお願いします。それではまた来週のランキングをご期待ください。バイバイ。